どうもこんにちは。今回はですね、車中泊マット、これをですね変えていきたいなと思います。この車はですね、ベッドの上に寝るような仕様になってるんですけれども、そのベッドにですねマットが備え付けてあります。でこのマットはですね、幅が60センチ、長さ180センチという感じのゴルネマットという商品です。サイズがちょうど良かったんですけども、厚さがねこれぐらいかな、これぐらいっていうことで、まあね結構ね薄いです。安いんですけど薄いんですよね。で薄いので、まあ、できればねもうちょっと厚みが欲しいなと車中泊をしながら思ってたんですけども、今ですねそのマットは一つしかないんですけども、ここに備え付けてあるベッドは1人用にもできるし2人用にもできるという感じの伸縮式のベッドになってます。なので2人用にするにはですね、必ずもう1個マットが必要なんですけども、この際ですね寝床にはちょっとお金をかけてもいいんじゃないかなと思いまして、もう価格よりもですね安眠性、快適性、これをね重視して新しく作っていきたいなと思ってます。スポンジ、ウレタンフォームですよね、ウレタンフォームを量り売りしてくれるところがあったりするんですね。こちらがですね厚みとか幅とか長さ、これを指定すれば、その通りにねカットして販売してくれるという会社がありますので、そういうところにですね今回はお願いしようかなと思います。はい、それではですね、スポンジ専門店ソフトプレンさんのホームページがこちらです。でまずねここにねサンプルがあります。サンプルがあるので、とりあえずねサンプルをまずは入手しようかなと思ってます。触ってね実際感触を確かめてから注文したいんですが、これが8種類、こちらが8種類と、これが8種類、合計で16種類のサンプルと、これをねまず手に入れましょう。この車をですね車中泊仕様にするにあたって、今回がですね初めての高い買い物になります。高い買い物にはなるんですけども、快適性を上げて快眠性もアップするということで、快眠性がアップすることによってですね、その分体力の回復もできるでしょうし、体力の回復ができると翌日も楽しめるということで、まずはですねそのスポンジを販売している会社、そちらからですねサンプルを仕入れましたので、そちらを見ていこうと思います。こちらがですねスポンジ専門店ソフトプレンさんから入手したサンプルです。8種類と8種類で16種類のサンプルを手に入れました。まあ、ただですねこの辺はちょっと車中泊マットには全く向いてない感じですね。この辺はねもう柔らかすぎますし、これは名前がフィルタースポンジっていうだけあって、ほんとフィルターみたいな感じですね。でゴムスポンジだったり、発泡ポリエチレンのすごく硬いやつとかっていうのもあります。まあでもこれはなんか工作とかに使えそうな気がするな。あとはこの辺とかもなんですが、この辺も硬いかな。これはなんかね あれですよ、カメラとかのケースの内側に使われてそうなやつです。さあそれで現実的なところはこの辺になってくると思うんですけども、こっちもねどうだろう、ああこれか、これがですね白ウレタンチップスポンジというやつなんですが、これはねちょっと硬すぎるかな、これは硬すぎますね。で次に少し硬めのウレタンチップスポンジ、ああこれはいいな。次がウレタンチップスポンジ、こっちとこっちの違いはですね完璧に硬さですね。こっちの方はなんか硬いかなやっぱり。でただのねウレタンチップスポンジの方はこう弾力がある感じです。で硬めのウレタンスポンジ、これはちょっと硬すぎますね。車中泊マットにするにはちょっとこれは硬すぎるかなと思います。で柔らかいウレタンスポンジ、これはねちょっと柔らかすぎて逆にダメかなという感じがします。で高弾性ウレタンスポンジ、これ気になってるんですよね。これなんかね上に乗っけたらちょうどいいような気がするんですよね。で衝撃吸収低反発ウレタンスポンジ、こう沈み込むタイプのやつですよね。なんですがどうもね僕ね低反発っていうのがあまり好きじゃなくて、これも良さそうなんですけどね、良さそうなんだけど、こっちかな。さて最後に超高弾性ウレタンスポンジ、あこれはですねこうポンと弾く力が強いですが、これも硬いね、絶対硬いと思います。ということで、多分これだと思うんですけどね、これが一番良さそうなんだけどな。僕はねこう弾く力がある程度あった方が好きなので、高弾性ウレタンスポンジがいいかなと思ってますが、ぐーっとですね体が沈み込んでいくような心地よさ、
そういうのが好きな方はやっぱりこの低反発ウレタンスポンジなのかなと思います。まあこういう時はですね、店の人に聞くのが一番いいなと思うので、ちょっと店の人に電話してこようと思います。やっぱりね、お店の方に聞いた感じでもこの高断線ウレタンスポンジがいいんじゃないかっていう話だったので、上はねこれにしましょう。4センチでお願いしようと思います。下ですよね、下をどうするかな。これはね絶対ないんですよ、これは絶対ない。で、固めのウレタンスポンジはもっと硬いのでこれもなしと。どっちかなんですけどね、こっちの、こっちだとですね柔らかすぎそうな気がするので、やっぱ少し固めのチップウレタンスポンジですかね。こっちにしてみましょう。ということで、今回ね注文するのは高弾性ウレタンスポンジと少し固めのウレタンチップスポンジ、これをねそれぞれ4センチ、4センチ4センチで合わせるという感じで作ってみようかなと思います。さあ、そういうことでですね、購入したいスポンジも決まりましたので、まずはねこのホームページからスポンジ量り売り、これをクリックしてみます。するとまあソファーだったりバイクのシート、この辺にも使えるということでしょうね。で、目的はこれです。車中泊マットです。これなので今回買おうとしているのはですね、この柔らかい高弾性ウレタンスポンジ、これと少し固めのチップウレタンスポンジということで、まずこれをクリックしてみましょう。するとやっぱりおすすめするスポンジの用途としてベッドっていうのがあるので、ベッドとまあ車中泊マットレスと、この辺は多分ですね繋がってくるものだと思うので、まあ、これで間違いないと思いますね。二重構造にしませんか。今まで使ってたマットも二重構造なんですよ。二重構造なので、多分二重構造にする方がクッション性とかが上がるということでしょうね、きっと。で、二重構造にすることによって一つのスポンジで厚みが10センチのものよりも合わせた方がこういう風にね沈み込みにくいと、まあ、沈み込みにくいというよりかはちょうどいい感じに沈むという感じになってるようです。で、最終的に金額としても二重構造にした方が安いよということですね。で、あればやっぱりね二重構造にしない手はないと思うので、今回は二重構造でいってみましょう。厚さが4センチの幅が63センチでいきます。今まではね60センチのものを使ってたんですが、これは好きな幅で注文できますので、ギリギリのところを測ったら63センチでした。63センチでやってみようと思います。長さが180センチの、数量が2個、計算する。これをショッピングカートに追加。それと、厚さが4センチの幅63センチ、長さが180センチの、数量が2個、これをショッピングカートと。ということで、これを購入手続き進めていきます。あとはですね、ここに必要な情報を入力して、商品が到着するのを待ってみようと思います。はい、マットがね届きました。これね、分かりますかね、4センチでお願いしたんですが、分厚いね。結構多分これだけで今のマットよりかは分厚いんじゃないかな。で、こっちがもう一個のウレタンフォーム。いいなぁ、いい感じですね。だいぶこれね、見てわかりますかね、物がねしっかりしてますよ。かなりカットも完璧ですしね。今回作るのはですね、車中泊用のマットなので、できるだけ厚みを持たせてクッション性を良くするということでこれを購入したんですけれども、これだけでもね、もしかしたらいけるのかもしれない。これだけでも全然良さそうですね。さあ、これが4センチで、これがさらに4センチで追加されます。わ、めちゃめちゃいい。これわかりますかね、だいぶクッション性がありますよ。今度はね、このスポンジ2つをね接着剤でくっつけようかなとも思いました。思ったんですけども、例えばこれとこれを合わせたいとか、今度はこれとこれを合わせたいとかっていう時に、
くっつけちゃうともうどうしようもなくなってしまうので、このまんまねシーツの中に入れてしまおうかなと思います。ニトリでねこれを買ってきました。掛け布団カバー、これがねだいたい1100円とかそれぐらいだったかな、1100円ぐらいで一番安いやつです。150cm×210cm ということなので、これで十分ねこと足りるんじゃないかなと思います。はい、それではマットの違いなんですけれども、こちらがですね今まで使ってたゴルネマットで、こちらが今回新しく購入した2枚重ねのマットです。こっちは何て言うんでしょう、これだけで床につきます。床というかこの木ですね、木についてしまうんですけども、こっちは思いっきりやってもね全然そこにつかないです。さあということで、このマットはとりあえず置いておいて、今度ねこっち側にマットを敷いておきましょう。はい、こんな感じでね両方敷いてみました。だいぶ分厚いですよこれ。もうほんとねベッドになったなって感じがしますね。これは快適だな。よいしょ。こっちで寝るのはね初めてなんですけど、あいいなこれ、すげえ寝心地が良さそう。テーブルは前作ったテーブルがこれなんですが、テーブルを使うときはねもうこのままでもいいかもしれないです。お座敷スタイルでこういう感じで使うっていうのもありじゃないでしょうか。足を広げるとね多分高すぎるんですよ。これはですねあくまで床に設置するように作ったんで、やっぱこれだとね安定感がないです。安定感ないので、もうこのねお座敷スタイルが多分一番いいでしょう。でお座敷スタイルであればこんな感じでね外を見ながらご飯食べたりとかっていうこともできるんじゃないでしょうか。ということでですね、今まで車中泊系の動画見てらっしゃった方っていうのは、子供とね一緒に行くっていうのも楽しみにしてる方もいると思いますので、近々ねこの形の2人仕様で車中泊、これも行ってみたいなと思います。ちょっとね一人用の時とは過ごし方がまた変わってくるとは思うんですが、まあ、違う過ごし方っていうのも、まあ、これから模索していってもいいのかなと思いますね。一人用の時と、二人用の過ごし方っていう。ということでこれからですね快適な車中泊が楽しみになってくるマットが出来上がりました。今回スポンジを購入させていただいたスポンジ専門店ソフトプレーンさんのリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは